This is a little higher up for President Obama. What seems a direct conflict between U.S. national security interest and American deal. Today, U.S. government commemorated the loss of life at protest in Bahrain. But the security of state made clear that U.S. alliance with that regime is solid. Bahrain is a friend and ally. Bahrain is home to more than 4,000 U.S. military personnel at the only U.S. naval bases in that region. Across the Middle East, pro-democracy protests are spreading in the very places where the U.S. government has for years relied upon Arab regime that are the target of those protests. These countries give us agents, give us our intelligence, and really are extend the arm of the CIA and the U.S. Defense Department. イカロンゴ。C のたまく、道に志、曲により、人により、芸に遊ぶ。先生が言われた正しい道を目指して我が身に収めた徳を根拠とし、諸徳の中でも最も重要な仁によって寄り添って芸、すなわち教養の中に遊ぶ。真の玉なく収束を行うより以上は、我未だかつて押し売ることをなくばあらず。再度、真の玉なく即収を行うより以上は、我未だかつて押し売ることなくばあらず。先生が言われた欲しい肉を一束持ってきたものからは、ものから上はどんな人でも私は教えなかったということはない。真の玉は噴出寸法定せず、季節分は発せず、一遇を上げて三遇を持って帰らざれば、すなわちまた手だるなり。真の玉は噴せずんば建設、季節分は発せず、一遇を上げて三遇を持って帰らざれば、すなわちまた手だるなり。先生が言われた分からずそうで分からず、ワクワクしているのでなければ指導しない、言えそうで言えず口をもぐもぐさせていないのでなければはっきりと教えない。一つの墨を取り上げて示す、後の三つの墨で答えるということでない、答えるということでないと繰り返すことはしない。死の玉は死もあるものは傍らにて食すれば、いまだかつて赤ざるなりし、この日において濃くすれば、すなわち歌わず。し、もあるものも傍らにて食すれば、いまだかつて赤ざるなりし、この日において濃くすれば、すなわち歌わず。先生は近親者を死なした人のそばで食事をされるときは十分には召し上がらなかった。先生はお弔いで声を上げて泣かれた日、泣かれたその日には歌われなかった。し、岩塩にいて曰く、これを用いればすなわち行い、これを捨てればすなわち隠れ、ただ我と何時とのみこれをあるかな。しろいわく、し、三軍を行わばすなわち誰とも共にせん。し、の玉は暴行氷河、死して悔いなき者は我共にせざるなり、必ずやことに望みと恐れ、計りごとを好んでなる者なり。し、の玉は、し、岩塩にいて曰く、これを用いればすなわち行い、これを捨てればすなわち隠れ、ただ我と何時とのみこれあるかな。しろいわく、し、三軍を行わすなわち誰とも共にせん。し、の玉は暴行氷河、死して悔いなき者は我共にせざるなり、必ずやことに望みて恐れん、計りごとを好んでなるものなり。先生が外に向かって言われた、用いられたら行動し、捨てられたら引きこもるという時期を得た振る舞いは、ただ私とお前とだけができることだね。城は言った、先生が大軍をお勧めになるとしたら誰と一緒になさいますか。先生は言われた、虎にすでに立ち向かったり、川を歩いて渡ったりして、
死んでも買わないというような無鉄砲な男とは私は一緒にはやらないよ。どうしてもというようなことがことにあたって慎重でよく計画を練って成し遂げるような人物とはね。真の友は求めにして求めずんば、求むでくんば、失面の死といえども我またこれをなさん。もし求めむでくんからずんば、我好むところに従わん。真の友は富にして求むでくんば、失弁等の死といえども我まだこれをなさん。もし求むべからずんば、我これをこの好むところに従わん。真の友は富にして求める求むでくんば、失弁の死といえども我またこれをなさん。もし我のもし求むべからずんば、我好むところに従わん。真の友は富にして求むべくんば、失弁の死といえども我またこれをなさん。もし求むべからずんば、我好むところに従わん。先生が言われた富というものは追求してもよいなら、鞭を取る市場の監督のように卑しい役目でも私は務めようが、もし追求すべきのないのなら私の好きな生活に向かおう。死の慎むところは最善室。死の慎むところは最善室。死の慎むところは最善室。先生が慎まれて対処されたことは、祭祀の時の物言いと戦争と病気であった。生にありて書を聞く三月、肉を味わいを知らず、いわく計らざらき、学をなすことのここに至りや。し、生にありて書を聞く三月、肉の味わいを知らず、いわく計らざらき、学をなすことのここに至りや。先生は生の国で数ヶ月の間、書の音楽を聞きながら現れ、すっかり感動して、肉のうまさも理解されなかった、思いもよらなかった音楽というものがこれほど素晴らしいとは。善友曰く、風刺は A の君を助けんか。思考曰く、だく我まさにこれを飛ばんとする。言うて曰く、吐く修正の何ぞ人々や。曰く、古の剣なり。曰く、恨みたるか。いわく、人を求めて人を得たり、また何をか裏回り入れて、いわく風刺は助けざるなり。善友が、うちの先生は A の殿様を助けられるだろうかと言ったので、志向はよし、私がお尋ねしようと言って、先生の部屋に入っていって尋ねた。白衣と修正とどういう人物ですか。先生は、先生昔の優れた人だ。君子の位につかなかったことを後悔したでしょうか。人を求めて人を得たのだから、また何を後悔しよう。思考は退出すると、うちの先生は助けられないだろうと言った。真の友悪、祖師を喰らい水を飲み、肘を曲げてこれを枕とす。楽しみまたその中に入る。不備にして富勝つ。尊きは我において不運のごとし。死の玉悪、祖師を喰らい水を飲み、肘を曲げてこれを枕とす。楽しみまたそのうちにあり、不義にして富勝つ。尊きは我において不運のごとし。先生が言われた粗末な食事を食し、水を飲み、腕を曲げてそれを枕にする。楽しみはやはりそこにあるものだ。道ならぬことで金持ちになり、身分が高くなれば、私にとっては浮き雲のように身のない無縁なものだ。真の玉は、我は数年を加え50にしてもって益を学べ、をもって大いなる過ちをなかるべし。地位の友は、我数年を加え50にしてもって益を学べば、もって大いなる
過ちなかるべき。先生が言われた。私がもう数年経って50になってから学んだとしても、大きな、やはり大きな過ちなしに受けるだろう。死の常に言うところは死、諸、失礼にな、常に言うなり。死の常に言うところは死、諸、失礼にな、常に言うなり。先生が正しい言語を守るなら、司教諸教を読むときと礼を行うときで、皆正しい言葉であった。将校公路公衆を城に問う。城答えず、城曰く。何時何ぞ言わざる。その人ぶまりや。憤りを欲して職を忘れ、楽しんでもって憂いを忘れ、老いの。まさに至らんとするを知らざる。のみと将校が孔子のことを城に尋ねたが、城は答えなかった。先生は言われた。お前はどうして言わなかったのだ。その人となりが、人間学問に発奮しては、食事も忘れ、道を楽しんでは、心配事も忘れ、やがて老いがやってくることに気づかずにいるというように、神の玉、我は生まれながらにしてこれを知る者にあらず、陰性を好み、瓶にして持ってこれを求むる者なり。神の玉、我は生まれながらにしてこれを知る者にあらず、陰性を好み、瓶にして持ってこれを求むる者なり。先生が言われた。私は生まれつき物事をわきまえたものではない。昔のことを愛好して一生懸命に探求しているものだ。死は怪力乱心を語らず、死は怪力乱心を語らず、死は怪力乱心を語らず。先生は怪異と暴力と背徳と神秘とは口にされなかった。